そう、新しいのだ。なんだ。ちょっと先輩、帰んない先輩。帰んないね。おっと、なんだこれは。読み上げろ。困る。困るとベッドイン。あるわ。帰んないで先輩。なんとですね、今回本当にシングルベッド用意してきまして、今スタッフさんに真ん中にベッドセットしてもらいます。最悪。このマスのために1回出すの？このマスのために1回1回スタッフさんが出すってこと？どいてシングルベッド。え、ね、な、何、どうすんの？え、な、な、な、何すればいいの？ベッドインだから、エッチな雰囲気で。エッチな、そこまでは書いてなかったよ。いや、エッチな雰囲気、困る、神様だから。そっか。カメラさん、上からのアップでお願いします。先輩、来て。はぁ、あ、うちら実況しよっか。あ、そっか。なんだよ、なんだよこれ。いやガチの実況じゃん。いやなんでいつも一緒に寝てるじゃん。レイプされてる。大丈夫？先輩誕生日。薬飲まされてる。おめでとう。合意のことだと思ってたんだよね。上向かないとカメラじゃなかったのよ。はいはいはい。もういいや。何やなえちゃん。エトラさんと寝たいだけじゃん。もういいや。お前もういいや。何なんだよ。最低なんだけど。ほら、スタッフさんすぐ戻した。スペースあるからここに。もうなんもないここ。あ、やばいんだけど。ね、コーラスベッドに大量に用意していたから。毎回出すの？やばくない？毎回スタッフさん持ってきちゃうな。スタッフさん、ベッドお願いします。お願いします。よけよスタッフさん、ベッド。笑いながら出てくんだけど。もう勘弁してくれよみたいな顔してる。もうやだよって顔しながらベッド出してる。え、先輩。はい、いつも脳域音声聞きながら寝てますよね。聞く、そう、寝かされてますね。脳域した時に、ね、寝方しようで。いいよ。脳域したらみたいな。したことね。脳域した展開でいこうかしら。うわぁ、いやうわぁ、助けて。こわぁ、これやろう。やろ。いいから早く終われ。お前たちエトラさんがかわいそうだろ。バカ。お、見ろこの顔。エトラさんの顔。お前小声で何て言ってたか分かるか。分かんない。言ったって。怖。そら怖いわ。やばい、自然に嫌われちゃうよ。そら怖いわ。あ、というわけで